デーブ・バンカー・バンカー、タッチギターはデーブ・バンカーが開発したダブルネックのタッチギター。デーブ・バンカーは自ら開発し特許を取った最初のダブルネック、タッチスタイルギターをデュオレクターと名付けた。バンカーはこの新しい楽器を1955年にテレビ番組オザーク・ジュビリーの中で全国的に紹介し、1960年にはポートランドの新聞、 オレゴニアンの中でも披露した。特許に基づいた改良を加え、デュオレクターはバンカータッチギターという名で広く知られるようになった。ツインネックはバンカータッチギターの大きな特徴である。ツインネックと称される日本一組のネックを別にすれば、バンカータッチギターの見た目は典型的なギターと大きく変わっているわけではない。しかし、演奏法は大きな違いがある。 バンカータッチギターの弦はネックが一本だけの伝統的な通常のギターの場合のようにつまびかれたり弾かれることはない。その代わりすべての弦はタッチないしタップに反応するようにできている。バンカータッチギターでは弦が押さえられると音が鳴り解放されると音が止まるようになっている。左手を使って下側のネックでベースラインを奏でながら同時に右手で 上側のネックで主旋律を奏でる。ネックの最上部には伝統的なギターにあるようなヘッドはなく、調律のための機構は楽器の下方に配置されている。左手は低音部、右手は主旋律をそれぞれタッチによって同時に奏でる。初期のタッチギターが標準的なネック1本のギターにおける演奏法の進化に及ぼうした影響の重要性は2000年に シアトルで開館したエクスペリエンス音楽プロジェクト博物館における展示で紹介された。デーブ・バンカーは博物館が行ったインタビュー録画に応じて彼の発明の開発の経緯を語った。彼が設計した独特の形状のタッチギターはその後も成熟を重ね1964年から1974年に かけて、ラスベガスのゴールデンナゲッツの呼び物のショーで演奏が披露された。バンカータッチギターのために開発された特許の一部は、他の同時代のギターの設計にも用いられてきた。タッチのテクニックは、エディバン・ヘーレン、スタンリー・ジョーダン、スティーブ・バイ、ジェフ・ヒーリーなどのギタリストたちによって広められていった。ありがとうございます。